はい、ということで、最近ね、新キャラの動画ばっかになってたんで、今回はね、久しぶりに普通のね、僕が使いたかった編成ですね。こちらのね、この3体固定なんですけど、全員ね、全火闇乗ってる、編成となっております。めちゃめちゃ強いです、これ。めちゃめちゃ強いんで、で、ロゼもね、今回のガシャで赤に突したということで使っていこうと。出たよ、もう最近、やばくね、無課金アピ。いいんですけど、コメント欄でも石1000個で、ゴジタブル出ました。石500個でブロリー出ました。100件以上来てるからね、ここ3日で。いいんですけどね、別に。いいんですけど、100件ぐらい来てるからね、マジで。お、誇張抜きで、嘘柱、誇張忍ぶ抜きで、リアルにそれぐらい来てる。うん。リアルにシエルに来てる、それぐらい。はい、ということでよろしくお願いします。まあいいんですけどね、別に。はい。僕のコメント欄でオナニーしてもらう分には全然構いません。はい、最速外します。あ、出てこないんだ。いや、いや、これは普通に行こう。うん。で、ここで外します。変えてこないね。なんで？変えてこないですね、全然。交代ムーブ入れましょうか。あ、打撃来そうなんで。オッケー、入った。待って、待って、危ない、危ない、危ない。ドロスク上げましょう。これで、ふっふっふ。射撃引きたいな、これで。射撃引く。跳ねた、オッケー。一つで殺しましょう。ドン。はい、即射撃行きましょうか。はい、こうさん、ありがとうございました。最近僕すごい慣れたことがあって、大好きなね、エッチなコスプレイヤーさん、エッチな写真をね、投稿してくれる方がいるんですけど、その方が最近ね、ロムっていうのかな、写真集、あれを出して新しく。で、その内容が、女子高生役なんだけど、え、なんかめっちゃ似てるパーティー来た。あ、違うわ、普通に、違った。女子高生役なんですけど、女の子がね、おっさんに監禁されてね、JK が犯されるみたいな内容なんですけど、それのパッケージにさ、その女の子がさ、おっさんの手におっぱいも見しだかれてる写真があったわけよ。いや、それ見てさ、このおっさん誰ってなってさ、マジでさ、しかもさ、そういうのってさ、女の人がやってんのかなと思ったけど、なんか、リプラン見たらね、男の人がやってるっぽかったんだよね、ガチで。OK?そういうのでめちゃくちゃ悔しかったですね、最近。とりあえずベジブルで殴っていきましょう。はい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 。さあ、このパーティーはコンボが止まりませんからね。はいはいはい。リロードして、もう一回リロードして、はい。気力がどんどん回復します。あ、なんかカバチン外しになりました。ごめんなさい。そんなつもりありませんでした。さあ、アーツ引ける。さあ、このパーティー、このね、ロゼの、ヤバの火力がロゼすぎるんですよね。めちゃくちゃ。マジで止まらん。最速取りたい。ここで交代、今打撃押せなかったのは俺が下手くそだったね。まあいいや。このベジータもね、全火闇乗ってるんでそこそこ硬いんで、別にそんな効かないですね。はいはいはい、全然効きません。はいよいよいよ。はいはいはい。全員全火闇乗ってるんでね。即射撃いっちゃいましょう。ここ。ここ。で、ずらし回避します。ずらし回避。おー、そこもずらすか。やるね。やるね、彼。ライジングあったら、ベジータで受けたいけど、なるべく。あんのかな、ライジング。究極はいいよ、別に。必殺いきましょう。どうせ身勝手でしょ。なんだよね。これが属性フリーへのダメージですか。やぶっ、はい、お、うまいね。 OK、 まあ変えられてもいいようにこっちで OK。 さあ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 、どうします。相手はメインも切ってますからね。単発が多いんですよね、この方。オッケー、中距離で来た。まあ、これは、究極で行くんじゃないかな。
身勝手の体育館とは覚えてなかったんでそのまま行きましたけど、行きますね、行く行く。はい、高3の嵐だね。はい、お願いします。おーっと、これは青赤紫ですね。まあこれでいいでしょう。バカ野郎が色的に通ってるんで、まあ連れてってもいいんだけどね。やっぱ全開アビがバランスよく乗って、他のキャラクターの Z アビも乗ってるんでね。はい、頑張りましょう。お願いします。めちゃめちゃ強い。やっぱロゼしか勝たん。ロゼしか勝たんわ、めちゃくちゃ。大好きだわ、ロゼ。本当に覚醒キャラでもリミテッド、何回も言ってるけど、覚醒でもリミテッドでもないのに、こいつ強すぎ、マジ。マジ、マンジなんだけど。絶対この名前さ、絶対 100% アニメのキャラの名前でしょ。神々、ソノリンみたいな。絶対声優かアニメキャラの名前でしょ。絶対そうだわ。お願いします。貴様、カカロットではないの？いや、かぶしたいなー。あー、遅れちゃったわ。まあいいや、とりあえずヤバで受けましょう。変えてきたら変えます。あいよ、別にそれは。それ入るよ。外します。いやマジかよ。何それ何それ、どんなオシャンティープレイよそれ。はい、こっち変えて、赤来い赤。はい、はい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 、もうこれ止まらんよ、止まらんよ。全カービィ乗ってるからね、このベジットブルー。まあこれちょっと圧かけていきましょう。射撃中距離で撃って、入る。下がって。中距離だけ効きそうだな。オッケー。で、ここで変えます。で、リロードヤバがロゼすぎて、身勝手出てこない。出てきた。まあ、これ、ライジング直当てしたいですね。オッケー。ライジング直当てして、ちょ。なんか、個人的な体感なんですけど、レート2倍の時めっちゃラグいこと多くないですか？体感ですけど。変身して、もうこれでね、身勝手いなくなったんでね、コンボカットいないんで、正直止められない。ショーン、痛ぇ。まあ、強い、どうなってんの。やばい。強い、チートこれ。強くねえちゃ、そんな強い。あ、豆知識いきます。赤ゴジータは特殊余りがちです。読みました。まだ究極切ってないんだよね、相手。そこだけ気をつけてね。でもここワンコン取れればね、この未来ベジータ落ちのバフも乗ってるんで、OK。はい、勝ちましたね、これは。これは勝ち申した。はい、リロードして、あー、特殊引けちゃった。もう最強だ、これ止まんないよ。はい、ひだめアップからつけていって、はい、こっちも火力やばいですよ。あなたに負けてませんよ。負けてませんね、全然ね。止まりませんね。はい、ここで変えます。はい、変えてくる。無駄ですよ。さあ行きましょう。ファイカメでしっかりとね、ほふっていきましょう。オッケー。特殊射撃いきましょうか。オッケー。はい、勝ち。強すぎ。いや、マジでこの未来パ強え。ありがとうございました。